します。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。お名前は何ですか？私の名前はカティカビタです。誕生日はいつですか？7月19日です。今何歳ですか？今22歳です。国はどちらですか？ネパールです。もう一度お願いします。ネパールです。ネパールのどこに住んでいますか？イテルに住んでいます。そこはどんな町ですか？有名です。そして綺麗な町です。家族は何人いますか？3人がいます。誰がいますか？両親と私です。学校のお金は誰が払いますか？父が払います。もう一度お願いします。父が払います。お父さんの仕事は何ですか？農協です。何を作りますか？野菜と果物を作っています。野菜は何を作りますか？じゃがいもとトマトを作っています。あなたの趣味は何ですか？私の趣味はダンスをすることです。ダンスはいつ始めましたか？子供から始めます。どうしてダンスが好きですか？もう一度お願いします、先生。どうしてダンスが好きですか？どんなダンスが好きですか？ネパールの歌がダンスをします。ダンスは誰としますか？自己とダンスをします。いつダンスをしますか？休みの日にダンスをします。日本語の勉強はどうですか？難しいですが面白いです。何が難しいですか？漢字が難しいです。一日にどのくらい日本語を勉強しますか？2時くらい勉強します。どうやって日本語を勉強しますか？バスで行きます。日本語の勉強で一番好きなことは何ですか？すみません、先生。一番好きな日本語の勉強は何ですか？会話。どうして会話が好きですか？どうして日本語を勉強しますか？日本の機会がありますから、勉強する。日本で何を勉強しますか？楽しい。どんな仕事をしたいですか？介護をしたいです。これで面接を終わります。お時間ありがとうございます。はい、ありがとうございました。